改めチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ネギシです。今日お伝えする内容はですね、絶対にやっちゃダメシクラメンの枯れる原因5選というものをね、今日お伝えしていくわけなんですけれども、皆さん、これ植物に限った話じゃなくて、例えば料理の作り方であったり、このファッション着こなし方とかでもそうなんですけども、これをやっちゃダメっていうポイントを押さえておくと、まあまあうまくいくことってありませんか？はい。なので今日はですね、これやった方がいいよ、あれやった方がいいよっていうものをどんどん足していっていくっていうやり方よりかは、しっかりと5つのこのやっちゃダメっていうものを押さえていただいて、シクラメンの管理というものをしっかりやっていただければ、花をね、綺麗に保つことができますので、そうやっていう形で今日はね、お伝えしていこうと思います。はい。なので、まず結論から先に申し上げますと、5つですね。5つのポイント、これを守るようにしてください。まず1つがですね、あったかい場所に置くっていうのが非常にダメな1つでございます。で、次に2つ目。これね、毎日お水をあげる。3つ目。これたくさん肥料を与えるということ。で、この4つ目。これ花を切るっていうこともね、いけない1つになります。で、最後の5つ目が、風に当てないっていうところなんですね。なのでこの5つをしっかりと押さえていただくことで、バッチリとシクラメン育てることができますので、1つずつ見ていきましょう。まず1つ目、これね、あったかい場所に置くっていうことが枯れる原因のまず1つになります。で、これ皆さんね、大体ね、シクラメンっていうのは大体20度、以下のところに置いてくださいねっていうところ、まあ、結構ね、いろんな動画見てもお伝えしてるとは思うんですけれども、大体これね、20度大体以上のところに置くと、このシクラメンってね、これ暑がりなんで、結構ね、顕著にこのダラーンっていう風になってしまいがちなんですね。なのでご自宅で例えば置き場所、まあ比較的大体20度から15度目安に置いていただければ全然バッチリなんですけれども、大体悪くなってくるサインというものがあります。で、この葉っぱが黄色くなってきます。まず葉っぱが黄色くなるのと、あとこのピシャって立ってるシクラメン、暑いよってなるとだいたい外側にこう開いてきます。で、徐々にこのヒヤーンってふにゃーんってなって、こうダラーンってなってきます。そうなってくると、まずこれが2つサインありますので、まず置いてて葉っぱが黄色くなってきたよとか、ちょっとずつなんかシクラメン、こうまとまってたものがどんどん開いてきたなっていう部分に置いてる場合は、それの、そこの場所がシクラメンにとっては暑いよっていうサインになりますので、ちょっとね、それよりも1段階ちょっと冷えた場所に1回置いてみ、様子を見るとかいう風にちょっと1回してみてください。はい。で、このシクラメンなんですけれども、15度、大体その温度計あれば大体15度で測っていただけるのはいいんですけれども、やっぱりそのサインを見て、ご自宅でちょっといろいろね、場所を変えながら試してみる、それでしっかりと把握するっていうことがシクラメンの育成にはしっかりと大事なことなんで、ぜひね、お試しください。2つ目いきましょう。2つ目、これでね、たくさんお水をあげる、毎日お水をあげるっていうことは NG です。はい。これなぜかというと、結構ね、皆さんね、これ一番よくやりがちだと思うんですね。買ってきたシクラメンね、可愛いからね、ちゃんと育てたいよと思って、お水をね、毎日結構な頻度であげる。まあ毎日と言わず、2日に3日から1回ね、お水をあげてシクラメンね、大事に育てようっていう方非常に多いんですけれども、それ負のサイクルになってきます。毎日あげてもあげても、どんどん葉っぱが外に倒れてきたりして、あ、これまだ足りないの、どんどんあげる、そのサイクルがどんどん短くなってくる。これ負の連鎖です。はい。なので毎日あげるんじゃなくて、じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけれども、これ一ついいポイントがあります。水やりの頻度測るには、葉っぱの柔らかさですね、葉っぱを触ってしっかりと頻度をね、ちょっと確認するようにしてください。このね、葉っぱ、今ね、この張りがある状態、これっていうものがシクラメンね、全然潤ってる状態ですんで、水切れ、本当にもう水がないよっていう場合、葉っぱ触れば一目瞭然です。柔らかいです、ふにゃふにゃになってます。なのでふにゃふにゃになった時にたっぷりのお水を与えてあげるっていうサイクルをしっかりと守れば、よっぽどね、シクラメン大丈夫な水やりになりますので、過度な水やりっていうのは本当注意してください。ほとんどシクラメンの場合もそうなんですけど、大体の植物の場合 95% の確率でこの水やりで皆さんダメにしてしまうっていう方非常に多いですので、
本当はそのぐらい注意するべき、項目だと思いますので皆さん注意してくださいね。はい、でこれ底面給水鉢とか鉢底から水を吸わせる場合の水やりはっていうことなんですけれども、ここに関しては毎日のお水は結構です。要は上からちゃんとお水をやるっていう時だけは、葉っぱの柔らかさや硬さ、そういったものを注意して水を行うようにしてください。3つ目ですね。これたくさん肥料をあげるっていう方、これね絶対ダメですよ。はい、注意してください。これね、気持ちはすごいわかります、ね、たくさん育ってほしい、たくさん咲いてほしいって言ってたくさん肥料をあげてしまいがちです。僕も最初の頃やってました。でもですね、適度な肥料というものはすごい大切なんですね。でこれ、まあ、液体肥料をねたくさんあげるっていうのを皆さんやりがちなんですけども、これよく考えてみてください、よく考えてみてください。固形肥料っていうのは大体あの鉢の上にパラパラと巻くじゃないですか。でもそれって目に見えるんで、あの大体これがなくなった、減ってる減ってないっていうのは分かると思うんですけども、液体肥料の場合ってかけて終わりなので、その頻度人間ですぐ忘れちゃうんで、いつかけたっけな、あまたあげなきゃ、そのバランス感覚っていうのが非常に多分分かりづらいと思うんです。目に見えないんで分かりづらいと思うんです。はい、なので大体それを解消するために液体肥料ね、肥料の与えすぎ、これもね葉っぱがサインちゃんと出してくれます。肥料の与えすぎだとシクラメン厳しいよと言って葉っぱを黄色くさせるんで、それ肥料の与えすぎっていうね同じサインを出してるんで、そこはね注意して見るようにしてください。そして肥料を与える頻度なんですけれども、大体ですね液体肥料は、まあ、規定の希釈倍率に合わせていただいて10日から2週間に一遍で結構です。ね、しっかりとその液肥を与えていただくっていうサイクルを守っていただければ、よほどねあのシクラメンにとっていい肥料の与え方になってきますんで、そちらを守って与えるようにしてください。ではですね、その4ですね、4つ目、花を切るっていう行為ですね。これも NG なんでやめてください。これなぜかというと、まあ、皆さんね、花が終わったりとかしたら花柄とか摘むと思うんですけども、例えばね咲かなくなった時、花これ切っちゃう、この茎からね花切ってくださいって書いてあるんだけど、これ切っちゃう方いるんですけども、例えば切ったね、もう根こそぎしっかりと切るっていう場合だったらいいんですけど、例えば切っても例えば1センチ満たない何ミリかが残るわけですよ。でその切り口からバイ菌入っちゃうなんていうことがあり、はい、でこれバイ菌が入るとどうなるかっていうと、バイ菌入ってその茎から、ね、球根つながってますね、この球根に向かってツッ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 ってこう言って球根自体が腐ってしまうということになります。ってなると皆さんね、もう昨日まで元気だったシクラメン、朝起きてください、シクラメン見てください、3分の1バサッてもうね、ぐったりしてる場合がある。これがねいわゆるこの球根が腐ってるっていう状態、これがねいわゆる軟腐病と呼ばれるやつなんですね。はい、でこの球根が腐るのを防ぐためには、僕もね動画で、前の動画とかでもやったりするんですけど、シクラメンね根元からしっかりとねじって切るっていうことをやってください。ちょっと僕も何回か失敗してますけど、はい、根元からねじってしっかりと切るっていうことを、これが正しい抜き方ですので、これをねやるようにしてください。間違っても途中で切っちゃってそのままっていうのは、球根が腐ってしまう原因になりますので、皆さん、やらないようにしてください。5つ目、最後になります。最後にですねお伝えするのが、これ風に当てないということなんです。風に当てない、これどういうことなのってね、はい、ということなんですけれども、例えばね買ってきたシクラメンね、結構ねこれって高そう高級なイメージとかね、しっかりした花っていうイメージあるじゃないですか。そんなお花に風を当たるってどういうこと、けしからんみたいな感じで思われる方いると思うんですけども、そういうわけじゃなくて、しっかりとね風の、通りを良くしてくださいっていうことなんですね。はい、これねどういうことかというと、まずね空気を当てないっていうことは、その場の風通りがないってことは、その場の空気がよどんでるってことなんです。新鮮な空気が循環できてないっていうことになってきますので、サーキュレーターでもそよ風がねしっかりと当たるぐらいですね、そういった環境を整えてあげるようにしてください。これ一番重要なのが、この風通りが悪いとどうなっちゃうかと、例えばね湿度が高いカビ菌が先ほど発生するって僕おっしゃいましたね、言ったんで、やっぱりねそのカビ菌が停滞しちゃって、カビの原因になっちゃうんです。なので湿度を高くするためにそういった換気ですね、換気という部分も含めてしっかりと風の通りを良くしてあげることで、カビ系の病気ですね、しかもほぼほぼカビ系の病気で悪くなっちゃうパターンが多いので、そういったものを注意するために風をしっかりと当てていただく、
バンバン当てるんじゃなくて、そよ風で風の流れを作ってあげるっていうことをやっていただくと、先ほど合わせた4つのポイントもね、しっかりやっていただくことで、しっかりとね、元気にね、水も吸い上がってくれます。花も咲いてくれます。なので最後のこの風をちょっとでもいいから当ててあげるっていうことを大事にして、管理をするようにしてください。ちょっとここでね、5つのポイントプラスアルファっていう形で補足でお伝えするんですけども、暗い場所に置くっていうのも結構 NG な行為なんで、これはねちょっと避けるようにしてください。いや、基本あったかいところに置くっていうのとは別で、日が当たる場所に置くっていうことをね、大事にしていただくと非常にいいかなと思います。これ僕経験から玄関に置いてて、そこって暗い場所じゃないですか、日も当たらなくて。でも確かに寒いし、場所的には OK なんですけれども、時期的にだいたい1月の下旬から3月ぐらいまでですかね、3月ぐらいではちょっとね、花の先っていうのが咲かなくなっちゃった時期があったんですよ。でそれ何かなって考えたら、やっぱりね、お日様に当たってなかったっていうのが原因になるんで、例えば一番いい置き場所っていうのが、いろいろ試した結果、窓際で、窓際も直接日光当たっちゃうと、このプラスチックの容器っていうものが熱くなって、お水やりの時に熱がこもっちゃうんです。で、あったかいお水になっちゃって、それも若干そのカビが発生する原因とか、元気がなくなっちゃう原因になるんで、窓際からだいたい1メートル離した場所が、お日様も程よく感じられて、温度もそこまで熱くならないっていう場所になりますので、だいたいね、窓際がおすすめです。で、夜になったらちょっと玄関に移動するとか、日中ね、そういった窓際と玄関の交互に使って、管理していくっていうものも、もしね、使ってみていただければいいかなと思います。はい、以上補足でした。では次にまとめいきましょう。はい、はい、それではまとめにいきたいと思います。まとめ、枯れない、これやっちゃダメ、枯れるポイントっていうのを5つご紹介しました。まず1つ目、これがですね、あったかい場所に置かないということです。非常にね、シクラメン暑がりですんで、基本はね、15度を目安に置いてください。で、15度は温度を測るか、しっかりとね、この外側に開いてきたっていうなると、シクラメン暑いよっていうサインですんで、そういったサインを見受けられた場合は、もうちょっとね、1段階気温の低いところに置いてみてください。はい、では2つ目、これたくさん、これ毎日のお水をあげるっていうのは NG ですんで、やめてください。これ水やりの頻度はですね、サインありましたね。はい、葉っぱが黄色くなるのと、葉っぱを触っていただいて、葉っぱがもう柔らかい、しんなしなになった状態だとお水をやるサインですので、しっかりとその頻度に合わせてお水をあげてください。底面給水鉢や鉢底から水を吸わせる場合は、毎日の水やりで OK です。はい、では3つ目いきます。3つ目はたくさん肥料を与えるってことでしたね。はい、たくさん肥料を与えがちなのが液体肥料です。固形肥料は目に見えるからいいんですけれども、液体肥料って目に見えない分、上げてる頻度っていうのが分かりづらくなります。肥料の上げすぎや葉っぱが黄色くなったら上げすぎのサインですので、液体肥料の場合は10日から2週間に1回の頻度で大丈夫です。その頻度を守って与えるようにしてください。はい、4つ目は花を切るっていう行為でしたね。花しっかりとチョキンって切っても、根元から切り口が残って、そこからバイ菌が入ってしまう。それが球根まで行き届いて、株全体が、カビになってしまう、腐ってしまうよということになりがちですので、しっかりとね、切るんじゃなくて、根元からねじって抜くというね、作業を行ってください。はい、で最後の5つ目です。5つ目が風に当てない、これも NG ですので、しっかりと風の循環を良くした環境を整えてやってください。これはですね、先ほどお伝えしましたカビね、腐るのを防ぐためです。カビ菌をしっかりとなくすために、きれいな空気で循環させる、風の通りを良くして蒸れを発生をなくすということの意味合いがありますので、風を当てる環境ですね、しっかりと空気を循環できるサーキュレーターを使ってもいいです。そういった環境を整えてください。以上のこの5つ守っていただければ、しっかりとですね、シクラメンきれいに育てることができますので、この5つだけ皆さん守っていただければ大丈夫ですので、ぜひお試しください。はい、ということでここまでね、ご覧いただきまして本当に最後までご視聴ありがとうございました。で、このね、花ためチャンネルではですね、こういったシクラメンの育て方とか、水が枯れちゃった時どうするのって、細かなそういったね、お客様のお悩みというものをどんどん解決していく、そういった発信していこうとチャンネルでございます。なので、そういったね、
内容をお見逃しのないようにぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。で最後まで見てここが分かんないんだけどとかこういったの良かったわっていうのもコメントでねどしどしお寄せいただければまたそれをもとに動画というものをね作っていくことも可能ですんでコメントもしっかりと返すようにしてますんでぜひコメントもよろしくお願いします。良かったわと勉強になったわという方もぜひねグッドボタン高評価の方をよろしくお願いしますということで今日の動画は以上になります。本当に視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは花ナイスデイ。見てるよ。オッケー。あ、もうないよ。何があんのよ。もう全部からけずよ。からけず。からけず、からけず。オッケー。何、もう全く面白くないからって、もう切ったね。